三十四、里井の物食い心。十一月十五日前後。お前の池に、水鳥どもの日々に多くなりゆくを見つつ、いらせたまわぬ先に、雪降らなん、このお前のありさま、いかにおかしからん、と思うに、あからさまにまかでたるほど、二日ばかりありてしも、雪は降るものか。 見どころもなき、ふるさとの子立ちを見るにも、ものむかしいう思い乱れて、年ごろ、つれづれに、眺め明かし暮らしつつ、花、鳥の、色をも、根をも、春、秋に、行き交う空の景色、月の影、霜、雪を見て、そのとき気にけりとばかり思いわきつつ、いかにやいかにとばかり、行く末の、 心細さは、やる方なきものから、はかなき物語などにつけて、打ち語ろう人、同じ心なるは、哀れに書き交わし、少し毛ほどき頼りどもを尋ねてもいいけるを、ただこれを様々にあえしらい、そぞろごとにつれずれおばなぐさめつつ、世にあるべき人数とは思わずながら、差し当たりて、恥ずかしい、 イメージと思い知る方ばかり逃れたりしを、さも残ることなく思い知る身のうさかな。試みに物語をとりてみれど、未死ようにも覚えず、浅ましく哀れなりし人の語らいしあたりも、我をいかにおもなく心浅き者と思い落とす乱と押しはかるに、それさえ意図恥ずかしくて、 え、訪れやらず。心にくからんと思いたる人は、王蔵にては、文や散らすらんなど、疑わるべかんめれば、いかでかは、我が心のうちある様をも、不幸を押しはからんと、断りにて、いとあいなければ、なかたゆとなけれど、おのずから書きたゆるもあまた、住み定まらず、なりにたりとも思いやりつつ、 大人来る人も、勝とう、などしつつ、すべて、はかなきことに触れても、あらぬ世に来たる心地ぞ、ここにてしも、打ちまさり、物あわれなりける。ただ、え、さらず、打ちたらい、少しも、心止めて思う。細やかに、ものを言い通う。差し当たりて、おのずから、結び、語らう人ばかりを、少しも、懐かしく思うぞ、 物はかなきや、大納言の君の夜夜はお前に意図地孔をふしたまいつつ、物語したまいし気配の小意識も、なお世に従いぬる心か。浮き寝せし、水の上のみ小意しくて、鴨の上下にさえぞ劣らぬ。返し、打ち払う、ともなき頃の寝覚めには、がいし押しぞ、 よわに小意識。書きざまなどさえ意とおかしきを、まほにもおわする人かなと見る。雪をご覧じて、折しもまかでたることをなん、いみじく憎ませたも、うと人々ものたまえり。殿の上の御ん小そこには、マロがとどめし旅なれば、ことさらに急ぎまかでて、とくまいらんとありしも、空ごとにて、 ほど降るなめりとのたまわせたればたわぶれにてもさ聞こえさせたまわせしことなればかたじけなくてまいりぬ。